チャオ、あっちゃんです。今日、8月、今日は7月の7月の20日。あっちゃんちの晩ご飯、カレーの残りをね、ちょっとね、スープ風にしようか、スープかシチューみたいになるかなと思って、ちょっとミルクかなんか入れて、なんかしようかなと思います。と、あと餃子でも焼きましょう。カレーの残りがこんだけあんの、そんなにない。だからこれをね、あとね、トマトジュース。トマトジュースをね、それぐらいよ、こんなもんでいいかな、うん、ミルク、これ、ね、ちょっと火にかけます。どんなもんができるか分からへんねん。やってみると分からんからね。温めてる間に餃子でも焼きましょう。で、チーズ餃子。日本ハムの羽根付き天津チーズ餃子。水出しで焼けるチーズ入り餃子カリカリ、チーズの羽根の素っていうやつね。油を引いて3個ずつ並べて強火で、沸騰するまで油を引きます。味が足らんな。よし。ウィープを入れましょう。ではね、餃子を並べていきましょう。
強火にして食べよう。よく揉んで油が分離してみて、だからよく揉んでください。これをね、上からかけます。それで、強火で全体が沸騰するまで加熱し、蓋をして2分、蓋を取り中火でなくなるまで弱火で羽根全体にこんがり、中火にして蓋して2分、倍の量やったからちょっとだけ時間追加します。30秒、2分30秒にします。はい、蓋を取って水気を飛ばします。本当にね、茶色くね、羽がね、うっすら焦げ目が出るまで放置です。
いい感じに焼けました。では食べたいと思います。はい、餃子、チーズ入り餃子焼けました。と、カレーリメイクの、シチュースープと、ナスビのその酢漬け、これ前に作ったやつね、ちょっとね寝かしてみた、どれぐらい味が変わるか思って。であとねサラダ、適当なサラダで食べたいと思います。はい、ではいただきます。幸せ、では、餃子を食べましょう。餃子も足りないしで、ちょっと物足らんけど、
チーズが入ってんね。おいしい。うん。タレが入ってなかった。タレなしで食べるみたいだね。うん。食べてみます。え、ドレッシングかけな。これ、アミスドレッシングさっき持ってきた。どこ置いたか分からなかった。で、キュウリは塩。ドレッシング間違いないね。美味しいね。カレースープ、うん、ちょっと味変えたの。美味しいやろ。うん、何回もこれつけたいな。ここにつけたい。うん、カレーに、うん、カレーにつけよう。カレーにつけてみよう。おいしい。うん、確かにおいしい。いけるいける。餃子にさ、何かけたいんじゃん。塩、みんな塩。美味しい。飯もいけるぞ。ナスビがね、かなり使って色がすごく良くなって、うん、うん、味めっちゃ染みて美味しい。やっぱりもう1週間以上の回せるかな、うん、2週間とか1ヶ月とか大丈夫と思うんやっちゃう。うん。素でつけるからね。うん。だから、うん。美味しい美味しい。キャロットラペはね、また作り直した。あの後ね、一回作って、もうまたなくなる。また作らない。結構好評、キャロットラペは。ここら辺の味を大切になっていいですかね。触れなくないな。多分な、最終週、8月のな、終わり1週間だけ。大丈夫やん。そんなやったら早くできへんよ、うん。早くする気になれへんよ。うちのこの近くね、ラジオ体操はね、8月の最終週1週間で終わるだけしかない。あかんわ。みんなだるいから絶対あかんや。うん、おいしい。
ス変な匂いするねんけど。ん？ナス変な匂いする。何？ナス変な匂いする。ナス？バルサミコ酢。うん。昔の女子アナハプニングやってる消火器でピューやったら上向いて顔真っ白なコントかよみたいな。めっちゃ面白かった。笑うことはいいことです。うん、うん、どうして笑うことは分かんない。笑うの字は笑うもんや。おいしいんちゃうんだ。さっきにジョーがやってカレーライスにしたのか。うん、おいしいおいしい。うん、昔のハプニングの状態？あの人は今。カレーって美味しいの。鍋とかなんだかんだ洗うのめんどくさいよね。今日のあっちゃんの晩ご飯、昨日のカレーリメイクで、トマトミルクカレースープにしました。美味しかった。と、チーズ入り餃子、うん、美味しかったです。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。この後何食べようかな、なんかデザート食べたいと思います。ではまたねー、バイバイ。